現代医学へフラスコに栄養豊富な肉汁を入れて煮沸消毒をする冷めたフラスコ中の肉汁をそのまま自然放置してその後の様子を観察しますただしフラスコの口を白鳥の首の形に変形させ空気中の塵や細菌が入り込まないようにする結果はフラスコ内の肉汁には決して微生物は発生しない ルルイパスツー1822から1895は生物の自然発生がないことをこの実験で明らかにしたのでしたそれまで発光や腐敗がどうして起こるのかよく分かっていなかった微生物の増殖つまり他からの侵入者がそれらの原因であることをパスツールは証明したわけです炭疽菌結核菌これら菌の発見者 ロベルト・コッホ1843-1910は医学・医療の方法論に決定的な影響を与えました。それはコッホの4原則といわれる次の事実です。1ある特定の病気には特定の微生物が見出されること。2その微生物は分離・培養ができること。3分離培養された微生物をできること。 感受性のある動物に感染させ同じ病気を起こさせること4そしてその病巣部から同じ微生物が分離されること後の遺伝子全能論にもつながる細胞は細胞からそして細胞のみから発生するその発見をしたのはドイツ人医師でした今や近代病理学の父と称される その人の人ルドルル・ドフ・ウィ1821-1900このように長年続いてきた経験医学を捨て科学的根拠に基づいた実証医学の時代を迎えますそこには病気は体に侵入した病原菌が引き起こす組織障害であるという考え方が根底にあるのでしたしかし拙速な学問の展開は 飛躍ししたた推論も生みました古くはフランス唯物論の先鋭的人物イシドラメトリから1 1彼は著書「人間機械論」「エルフォーム・マシーン」の中で人間は自らゼンマイを巻く極めて複雑な機械であると主張しましたこれと同じ見解は20世紀になっても現れます カリフォルニア工科大学の研究員であった D.E. ウルドリッジはメカニカルマン人間は自然科学で説明できるかを調和し我々が知能的行動と考える行動もすべて普通の自然科学法則によって説明されうる意識の存在内容は物理的構造と電気科学的な状態によってすべて決まるというのです 遺伝子 DNA 構造の解明でノーベル賞を受賞したフランシス・クリックさえも著書 DNA に魂はアルカ・ザ・サイエンティフィック・サーチ・フォー・ザ・ソウルの中ですべての心の働きは膨大な数の脳内ニューロンの相互作用とそれに関わる分子の振る舞いに過ぎないと言い切っていますすべては科学が解き明かしてくれるという語尾に満たされていくのでした